ビンテイメガネは日本の放送作家。本名、松添俊。大阪府森口市出身。深夜ラジオのハガキ職人を経て、2016年より放送作家として活動を始める。AV 大好きというラジオネームでハガキの投稿を行っていた。2019年からは TBS ラジオ、伊集院光る深夜の馬鹿力の構成を担当している。番組では、 ブース街で送られてきたネタメールなどを裁く役割を担当。芸名はデビュー時に伊集院光から授かった。オーディション時に呼ばれていたあだ名がそのまま芸名となった。伊集院光曰く貧底メガネと書くことで鶴瓶一門の感じがする。または三亀のお抱えコックのような感じがする。とのこと。趣味も特技もオナニーを公言しており。 構造作家のオーディションに受かった一部の理由として、おすすめの AV をすごい、教えてくれるというものがあったという。しかし、おすすめの AV 作品は、かなりエッジが効いているものが多いとのこと。まあまあ良いと評価する作品は受け入れられるが、とっておきと紹介する作品は、ついていけないのだという。また、大の阪神タイガースファンである。ありがとうございます。